勉強も部活も友達もみんなに恵まれて、本当毎日が楽しくて、学校に行くのが楽しみっていうところが一番嬉しいところです。フォーカスに入れていろんな出会いがあったことで、僕は嬉しいなと思いました。みんな仲いっぱい、仲いい、みんなが優しくてすごくみんな仲いいです。友達と縄跳びをしたり鬼ごっこをしたりするのがとても楽しいです。学校で一番好きな場所です。楽しいよね。高学年は自由に休み時間とかに借りに来て、結構落ち着ける場所です。授業が全部学び合いなので、自分から教えてとも言えるし、確認もできるし、困っている子がいたら気軽に声をかけられて、勉強がしやすいっていうところが一番の特徴だと思います。クラブ活動は先輩たちがみんな優しくて、困ってたりしたら大丈夫って言ってすぐ手伝ってくれたりして、過ごしやすいし、練習もしやすいし、もう最高です。先生との距離も近くて、仲良くお互いを尊重して高め合っていけるのが、この学校のすごいいいところだと思います。悩んでいる時には本当にすぐに気づいて寄り添ってくれたり、人の喜びを自分のことのように喜べる、そんな温かい仲間に出会ったのは一番良かったなと思うことです。最初から先輩が笑顔だったので、もう一瞬で中を見なくてもなんか楽しそうだなって思って、なんかいろいろ回ってみても、先輩たちが笑顔で接してくれたり、こういうところが楽しいんだよとか、そういうのをいっぱい言ってくれて、この学校に入ったらそうなれるのかなって、そう思い始めて、そこから入ってみたいっていう気持ちが強くなりました。そのオープンキャンパスに来た時に、学園生に聞いてみようのコーナーで、一人の先輩にすごい丁寧な対応をしていただいて、一番成長できる進路に進めるように祈ってますっていうふうに答えていただいて、ああ僕もこんな先輩になりたいって思って、この創価高校を目指しました。もうこの学校は先輩後輩問わず仲良しで、それも勉強がしやすくて、もう私本当にここにいてよかったって思える学校だと思うので、この学校に入りたいと思っているならば入ってもらいたいって心の底から思います。